ナさん大丈夫？大丈夫だって、私のことは気にしなくていいから。本当に、ま、ならいいけど。どう、キララ？歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。久野さんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？え？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんをひいきにしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ているなんて対立候補に言われるわけにはいきませんから、使いどころは慎重に。今のさっき言ってたパパ同士の会話かな。うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど、だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。うん、パパはキララにはとても優しかった。おいしい、パパもママも幸せそうだった。この時はまだ地位とか権力とか。そう、久野さん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララ神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取り憑かれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとたくさんの人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。星崎さん、まだ何も言ってないよ。みんな仲良し？はい、雫世界に来て私たちだけで生きていくことになって自然とこうなりました。団結しないと生きていけないですしね。キララも頑張る。無理しないようにしてくださいね。久野さん、一応病み上がりなんですから。そういえばそうだった。青はすごい、ずっとみんなの中心にいる。そうですね、星崎さんがまとめてくれるから私たちも団結できているのかもしれません。きっと青には人を引きつける魅力がある。本人は絶対に認めようとしないんですけどね。自分は普通の人間だからって。それもまた青の魅力なのかもですね。いいリーダーです。